ダミアン・オリバーは、オーストラリアの騎手である。香港における名前の中文表記は、タケレイカ。1972年、オーストラリア、西オーストラリア州、パースにて生まれる。家族は、競馬界に従事する、競馬一家の生まれであった。1988年3月に、西オーストラリア州バンバリーの競馬場で、ミスター・ガドバドに騎場して初勝利を挙げた。 1989年には、グラウチョで、Go, G2AJC、ウォリックステイクスを優勝しグループ競争初勝利、サブマリナーで、バトックビッグヘルスカップを優勝し、グループ1競争初勝利を挙げた。その後はオーストラリアを代表する騎手として、数多くの大レースを優勝している。メルボルンカップは1995年のドリーマス、2002年のメディアパズルで2勝。 2006年には後述する日本超競馬のポップロックで2着に入った。1993年ヤングジョッキーズワールドチャンピオンシップに出場するために初来日。11月27日東京競馬場第10競争で単勝1番人気のダイナミックバードに起乗し2着となり JRA 初起乗同年の第13回ジャパンカップで5番人気だった。 ナチュラリズムに帰場し JRA の GIQ 競争初帰場。1994年ワールドスーパージョッキーズシリーズに初参戦。2000年6年ぶりにワールドスーパージョッキーズシリーズ参戦のために来日し、そのだけ馬上でのインターナショナルジョッキーカップにも出場した。2001年には第46回 KO 杯スプリングカップ。 第51回安田記念に出走したテスタロッサと共に来日するも目立った成績は残せなかった。2002年3度目のワールドスーパージョッキーズシリーズに参戦した。2003年4月27日から5月26日に初めて JRA の短期免許を取得した。身元引け受け人は勢いつかさかず町教師と吉田勝美。 5月4日には単勝4番人気だったアポロバラードで勝利し JRA 初起場から約10年で JRA 初勝利を挙げた5月27日から6月26日までにも引き続き短期免許を取得した同年のワールドスーパージョッキーズシリーズに4度目の参戦を果たし42ポイントで2位となり香港で行われたインターナショナルジョッキーズチャンピオンシップでは優勝 2004年5月1日から5月31日まで、再び JRA の短期免許を取得。身元引き受け人は、藤沢和夫調教師と、小牧隆尾。第129回天皇賞では、単勝4番人気だった全ノロブロイに起乗し2着。第118回メグロ記念では、単勝16番人気のトレジャーで2着といった活躍を見せ、六月五日から七月四日まで、 短期免許を更新し、引き続き起動した。2005年3月24日、レース中に落馬し脊椎骨2本が砕ける重傷を負った。2006年、日本のポップロックに起乗し、コーフィールドカップは7着だった。ものの、メルボルンカップでは2着となり、デルタブルースとの日本調教馬ワンツーフィニッシュの片棒を担いだ。ありがとうございます。